はい、こんにちは、スプライトライダーです。はい、もう今日ね、ちょっと高速出ちゃいますけど今日の目的地はですね、ちょっと村田インターっていう、まあインターがあるんですけど、まあそれ今降りているとこで、その近くにセブンがあって、そこで今回一緒に走る人と待ち合わせをしております。もうね、10分遅れですよ、最低だ。おはようございます。申し訳ないです。コーヒー飲んでくっちゃべってた。じゃあ出発しますか。リハビリツーリング。かっちょいい。出発。またノイズ入るようになりましたね。え？ノイズすごいっす。ダメだ。ノイズがすげえ。はーい、今日はね、蔵王山形の方へ向かいたいと思います。もう僕もあんまり道わかんないので今回も案内していただいております。いや、今年初のちょっとロングツーリングですね。今日は先頭に走っている 4TR さんと MT-09 さんで3人で向かいたいと思います。そう、お正月にね、ついに僕もビーコブデビューをしたわけなんですけども、昨日ようやくつけました。ビーコブもう3月入るのにね、3月入ったのにね、まあ3月入ったんですけども、ようやく取り付けをして、まあもうほぼ今日のためですよ。みんなビーコブあるから使おうと思ってで、つけてきたのにダメだった。なんかね、つなげるとすっげーノイズがひどくて、なんなんでしょうね。なんか順番に電源を入れないとっていう話も聞いて、さっき試してみたんですけど、それでもなんか途中ノイズ入っちゃって、ダンプとかトラックの無線が原因なのかっていう話もあったんですけど、多分まあ、なきにしもっていう感じなんでしょうね。でもすげえなんかもうノイズ入っちゃって、全然声聞こえないんですよね。喋ってる感じの声は聞こえるんですけど、もうダダダダダダってもうザラ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 みたいな、もう全然何喋ってか分かんない。だからもう今切っちゃった、電源を、もうビーコムの電源切っちゃいましたね。いまいちだったんで、ちょっと電源入れてみっかな。なんだろう、まあなんか性能があまり、あ、つながった。あ、今つながってますか。あ、つながりました。お、ノイズが消えた。あ、これちゃんと、あ、またノイズが入ってきた。あ、大丈夫か。あ、治った。あれ、治った。なんだ。なんなんだろう。蔵王エコーラインっていつから空いてるんですかね。2月の22まで。おー、はーい。雪の壁。雪の山。うー、ここって道の駅かなんかなんですかね。道の駅ではないですね。行きますか。はいよ。D
ではでは出発。ガラガラー。あとやっぱ R1 とかだとやっぱあったかくていいっすねそうですね、雪解け水とかで道路濡れてっかなと思ったんですけどね、全然乾いてますね。うん、でもやっぱ脇に雪あるから風が冷たいっすね。うん、ヒヤッとしますね。山形ああ俺も今年初山形。おお、ああでも7度あるんだちゃんと一応7度まである。ああこの溝嫌いこの縦溝嫌い意外と取られる時あるっすよね。ああ俺学生の時に乗ってた TZ とか超ヤバかったっすよ俺最初買った時あのチャリンコのタイヤがっていうくらい細かったっすもんやっぱ友達が N1 とか乗ってたからそれ見て TZ のタイヤ見ると細さが半端ないっていうおー、まだ鶴がいる。あーやだでもなんか鶴の糞とかってこうなんか縁起が良さそうだけど、あれなんだあの山は何あそこからあそこの山までつなぐってことですかね。こっちの隣の山に飛び移るX ゲームでも無理だああ本当だ、つながるんだ。まだいないっすね、全然走ってないっすね。そういえばすれ違うバイクがいない何なんですかね、あれ落ちてきたらもううちら終わりっすよ何あれキノコ牛の餌牧草何あれいやー貝貝やめて落とさないで落ちてきためっちゃ落としてっけど水飛んでるんすかね、飛んでるんすか。でもやっぱシールド超汚くなってるんすよバイクが錆びちゃう塩水っすよね、だってシールドがめっちゃ汚え。磯の香りがああおなんと水木金土日どんだけ特売日やってんだいや俺まあ向こうで待ってるね。はい、かな。よいしょ。何見えた？